はい、皆さんこんにちは、下田祐介です。今の時代、情報がすごく溢れてます。もう嫌なっていうほど情報が溢れてるんですけど、まあ、どれが本当なのか嘘なのか迷う時ありません？なんか僕もあるんですよ。この情報、本当？この情報嘘じゃないのって思う時あるんですよね。で、今日はですね、皆さんがある情報に触れた時に正しい判断ができるコツをちょっとお伝えをしていきたいと思いますので、まあ、この動画を見ていただくと皆さんがより正しい判断ができるようになってるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。ということで、今日のテーマはですね、情報を見極めるコツっていうので皆さんにお伝えをしていきたいなと思いますが、今ですね、ちょうど僕のところにですね、こうペットボトルがあります。こうやって皆さんに見ていただくと、まあ、一瞬こう丸に見えたりするんですよね。形が違うんで。でもこうやって見るとペットボトルなんですよ。普通の物の見方ってどこから見るかによって形がすごい変わってくるんですよね。で、事実も一緒なんですよね。見る方向によってどういう風に形が変わるか、事実が変わるかっていうのが、知っておかないといけないところなんです。例えば甲子園に行ったことありますかって聞いた時に、皆さんだったら何て答えますか？実はですね、僕高校時代に、野球やってました。野球少年だったんです。なので甲子園行ったことがありますかって言われると、僕はですね、甲子園はありませんって答えちゃうんですよ。でもこのチャンネルを見てくれてる方の中には、もしかしたら阪神ファンの人がいるかもしれないし、僕は阪神ファンだから毎日のように応援に甲子園行ってますっていう人もいるでしょう。で、いや実は高校時代野球やったことないんだけどブラスバンド部にいましたと。で、たまたま在籍してる高校が甲子園出たんですと。だからその応援で、行きましたとかですね。っていうように行くっていろんな捉え方があると思うんですよ。選手として出場する、応援としてする、ただ観光に行くっていう、これっていろんなものの見方があると思うんですよね。っていうように、なんかこう僕たちってなんか無意識のうちに一個の方向だけで見てしまいがちなんですけど、普段からあらゆる方向から情報っていうのを見ないといけないよっていうのが結構基本的な大事なところになってきます。ということで、まずポイント1なんですけど、正しい情報を見極めるためには事実と見解を分けるっていうのが大事になります。僕もよくやってしまいがちなんですけど、仕事において、例えばですよ、上司からこの仕事なるはやでやっといてって言われた時に、なるはやみたいな、なるはやの感覚って皆さん人それぞれ違うんですよ。例えば僕だったらなるはやって30分ぐらいだなとか15分ぐらいだなと思うんですけど、受け取り側からするとなるはやがじゃあ、まあ、今日中にやれば大丈夫かとか、まあ明日までで大丈夫なのかなとか、多分これ人によって物差しが違うんですね。生きてきた価値観とか物差しが違うので、これって言語がすごく曖昧なんですよ。で、例えば今日はなんかお客様多いですねみたいな、なんかお客様多い、なんかってどのくらいっていうような感じで、その人の意見なんですよ。その人からすると確かに普段より多いかもしれない。でもそのなんか多いっていうのは本当に多いのかどうかっていうのはちゃんと事実を調べないといけないんです。で、事実を調べるためには一番裏切られるのはやっぱり数字。何かの情報に触れた時にその事実は正しいのかっていうのを数字で示す、まあ、こういうの感覚をやっていくと皆さんが正しい情報に触れやすくなります。今日はなんかお客さん多いですっていうのは、じゃあ普段はどのくらいお客さん来てるのか、今日はじゃあどのくらい来てるのか、平均値は、中央値はとか、まあ、そういう感じでいろいろ見ていけば、あ、今日はだいたいいつもより何人多いんだねとか、でも意外となんか多いって言ってたけど蓋開けてみたら普段と変わんないよみたいな、結構そういうのってよくあることなんですね。やっぱり人間のこう感覚って正しいようで錯覚を起こしやすい。ちょっと忙しかっただけで、なんか今日めちゃくちゃ忙しいなと思ったりするけど、意外と仕事何も進んでなかったりっていう日もあると思うんですよね。なので、まず大事なのは事実と意見を分けるっていうのを必ず意識してやってください。そうすると、あ、何が事実で、これただの人の感想なんだっていうのが分かるようになります。で、二つ目に意識しないといけないのが、意見について判断する。意見について、今度意見なんですよ。まず事実が発覚した、次意見について判断をするんですけど、この人が言ってる意見は正しいのか正しくないのかっていうのを判断するときに、そこって人の信用だったりとか行動っていうのが、実績っていうのが出てくると思うんですよね。まあ、交通事故案件を例えば年間で1000件ぐらいやってる弁護士さんが言う意見と、年間10件ぐらいしかやってない弁護士さん、どっちの意見聞きたいですか、どっちの意見を参考になるかな、高いレベルで言ってるなっていうのはやっぱり1000件ぐらい処理してる人だと思うんですよね。やっぱりそれだけ実績積んでる人の発言ってやっぱ高いレベルでやってると思うしっていう風に、やっぱりこう僕
らって判断するわけなんですよ。例えば芸能人とかよくコメントとかご飯食べて美味しい美味しくないとか言うんですけど、あれはどこまで信憑されるかっていう話なんですよね。それよりも自分が知ってる人が言ったことあるよって言われた方がやっぱ信憑性高かったりするわけなんですよね。なので意外とこう意見について判断するっていうのが大事になってきます。これから僕ら会社ありますって言った時にどういう人に相談するかなんですよ。ちょっとこちら3択で挙げました。1、まあ、起業経験はないけどめちゃくちゃコンサルやってますっていう人で、2番目に、まあ、起業したけどちょっと事業失敗した経営者で、3番目にちゃんと起業もして、成功した、まあ、ある程度売り上げも上げて成功してる経営者、どの人に起業について相談したいですかっていうのを聞いた時に、おそらく起業して成功してる人に相談したいって答える人がほとんどだと思うんですよ。で、なんでその人に皆さん行くかっていうと3つ基準があるんですよ。まず1つ目は言動です。その人が言ってる言動、例えば僕だって喋ってます、その人が言ってる言葉とか、こういう経験に基づいてとかいうのがあるんですよね。で、2つ目に行動、その人がやってきた行動、喋ってることとやってること一緒だよね、この人こういうこと言ってるのに全然行動が伴ってない、それなんか信用ないよね。最後に3つ目が結果なんですよ。言ってることやってること、そしてそれが伴って結果も出てるよね、こういう人を皆さんが、あ、その人の意見は正しいなと思えばより正しい情報に近づけると思います。もちろんその人が初めて出会う経験とか事象であればもちろん間違った判断をするかもしれないし間違った意見を言うかもしれないです。でもある程度高い確率でその人が言ってることは正しいだろうなっていう自分の判断に近づいていけると思うんですよね。このどれかが欠けても情報っていうのは精度が下がります。やっぱりこのまとめとして、僕らが情報に触れる際に大事にしないといけないのはまず事実と意見を分けることで、その意見を誰が言ってるのかどういう人が言ってるのかっていうのをまず判断することで、その人は本当に言動と行動と結果が伴ってるのかっていうのがすごく大事になってきます。だからやっぱりこの辺が皆さんが見極めないといけないところで、どれか一つでも欠けると怪しい情報になってしまうので、この辺を意識してやってみてください。そうすると皆さんがより正しい情報に触れる確率が上がってきますので、皆さんの生活がより豊かになると思いますので、ぜひ意識してやってみてください。ということで、Twitter でもですね情報発信してますので、フォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。